さあランチだ。昨日は親子丼、今日は打って変わって魚で攻めよう。ここだ、海鮮丼専門店。なるほど、地下へ降りるのか。海鮮丼探索隊突入します。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。一人です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。浜旬がやってきたのは、夜は海鮮居酒屋、昼は海鮮丼専門店を営む名古屋市中区のわさび。どうしよっかな、海鮮丼もいいし、でもこの月見マグロ丼だけ赤文字で書いてますね。やっぱり人気がありますね。その卵とそのマグロがいっぱい使われているので、うん、マグロ僕も好きなんですよ。濃厚な黄身がまた絡まってすごく進むんですよね。ああ、なるほど。名古屋市中央卸売市場から買い付けた新鮮なメジマグロをたっぷり 200g、 さらに黄身も。はい、月見マグロ丼です。うわー、キラキラ輝いてますね。うわー、美味しそう。本当だよ、マグロの量半端ないな。2種類の小鉢とあら汁がついた月見マグロ丼、1380円。そのお味は。いやー、なるほど、いいね。噛むとマグロの旨味がどんどん出てくる。新鮮なマグロだな。こんなに一度にマグロ楽しめるのは幸せだね。いいよ。濃厚でとろっとした卵の黄身はマグロとの相性抜群です。うん、濃厚でコクがある黄身にマグロの濃い旨味がよく合ってるね。おー、最高だ。他にも 7、8 種類の新鮮ネタが乗った上海鮮丼も月見マグロ丼と同じ価格でおすすめ。海鮮丼専門店わさびは地下鉄桜通り線丸の内駅から徒歩3分です。ごちそうさまでした。うましゅん